こんにちは、松本 TD です。どうも、ケシです。今日なんですけど、はい、クリスマスということで、クリスマス企画、チキンの丸焼きを作っていきたいと思います。いいですね。でも、キャンプで丸焼きなんてできるんですか？できますよ。家だったら、そのオーブンだったりとか、はい、そうですね、そういう、はい、ちゃんとした調理器具じゃないと焼けないじゃないですか、はい、何度に合わせてとか、はいはい、じっくり焼くみたいな、そう、はい、それを解決してくれる商品が、はい、こちら、マントスミさんのロチサリー、はい、ロチサリー、はい、これが前に松本 D がいてたやつですね。そうなんですよ、はいはい、これをパーフェクトグリルにセットして、はい、でさらに DIY 編でこのテーブルとパーフェクトグリルが合体するように作ったじゃないですか、はい、そうですね、はい、なんでこれをこうしてですね、こうです、ぴったりじゃないですか。そうなんですまあちょっと回してみますか、これ。はい、すげえ全自動で回ってる。自動なんですよここに鶏肉をセットして、はい、今日はチキンの丸焼きを作っていこうと、はい、いいですね、はい、キャンプ飯としても映えそうですね。映えます。だいぶ楽しみです。はい、はい、じゃあお願いします。お願いします。じゃあちょっとはい、火起こしします。はい、お願いします。ティ君、なんとかしてこの雪火消えちゃうよいやもう、でも雨じゃないから全然いいですけど、ね、成分一緒だからねはい、次に火を起こしてる間に鶏の方の下処理と味付け、はい、せっかくキャンプなんで、はい、あのこのまま焼いてもいいんですけど、ちょっと下味を入れてってあげようかなと。でどうせだったら、はい、皮がパリッとするようにで、はい、中ジューシーみたいな感じで焼き上げていきたい。なるほど、はい、こだわりですね。そこはこだわりのポイントですね。ですね、せっかくキャンプなんで、はい、クリスマスなんで寒いんで早く行きましょうじゃあまず鶏の下処理からやっていきます。松本 D、 それはカミソリですか？そうなんですよ、これスティックの普通のカミソリなんですけど、はい、鶏産毛生えてるんで、あ、ま、なるほど、はい、それをちょっとこうカミソリでこう撫でてあげて処理していくっていう、はいはい、なるほど。でもこの鶏ね、脱毛されててねどっかのクリニック行ってんのかなすごいツルツルなんだよね、すでに産毛が生えてる場合は軽く剃ってあげた方がいいって感じですね。そうですね、はいはい、国産なんですよこの鳥。ただ海外の鳥とか多いんですよ、通販で。ああ、なるほど。なんでそういった場合は毛が多分生えてると思います。はい、次は、はい、スパイス作っていきます。はい、まずはナツメグ。ナツメグ、これを、はい、小さじ1/2。小さじ1/2かなり小さじ1/2、はい、でもまあ丸々1匹なんで、まあ、もうちょっと入れてもいいかな。はい、次バジル。バジル、バジル、これぐらい。はい、塩、お塩です、ね、塩、はい、これぐらいですね。はい、一味、はい、おお、結構いってましたね。はい、このスパイスなんですけど、まあ基本的になんかその決まりとかはなくて、だいたいこれぐらいでなんか自分好みのスパイスになるだろうなみたいな感じでみんなやってるっぽいんで、はい、うちはもうこれで今回いきます。あ、なるほど、はい、じゃあこれをすり鉢の中に入れていきます。はい、で吸っていきます。はい、でここにオリーブオイル、はい、オリーブオイル適量。はい、適量なんかなりました胡椒、塩胡椒、胡椒、はい、で、ニンニクチューブ。はい、多め。おお、多めですがっつり入る、好みなんで混ぜていきます。はい、合わせていきます。うわ、すんごい匂いするなんかスパイスのいい匂いがすごい。すごい。あと粉雪少々。でペースト状にしたら、次こっちにすり込んでいきます。豪快に手でいく感じですね。そうですね。すり込むと。もみもみ、ちょっとこう揉んで。
はい、なるほど、マッサージしてあげて凝ったとこはないですかストレスがすごいですねここみたいなあ、ちなみに、はい、最初言い忘れたんですけど、はい、今回は中抜きしてある内臓とか、あ、はいはい、中抜きしてあるチキンを取り寄せてますんで、あ、なるほど、処理してある、ね、そうですね、はい、あ、結構肉厚だね、あ、これは時間かかるぞ全体にまんべんなくスパイスが塗り込まれてます、ね、はい、行きましたね、はい、じゃあ炭の火の方も起きたんで早速ロティサリーにセットしていきたいと思います、はい、はい、で今回鶏肉が大きいんで、はい、ロティサリーと炭の距離がちょっと近いんで、はい、炭をちょっと崩しつつ、はい、置き火にしてでじっくり回していきたいと思います、はい、じゃあセットしていきます、はい、お願いします、よいしょ、え、もうすごいシャコタンなんだけど絶対これ鳥大きかったよねこれ回してみる、回してみます、せっかくなんで おー回ってるけど足が足が引っかかってますか、ね、あ、もうちょっとこうすればいいのか、あー、なるほど、はいはい、足が、おうでもゆっくりですけど回ってますね、ちゃんと、ただ下の隅も一緒に引きずってるこれ高さ調整できるロティサリーなんですけど、これ一番高くした方がいいかもしれない、あー、なるほど、もう一段、はいはいはい、ゆっくり回ってますね、うわこの鳥の足がいちいち炭にくっついちゃうんだよねああはいはい、ちょっと、うん、もっと小ぶりなチキンがいい、はいはい、ね、なるほど、やるんだったらね、うん、はいはい、1.5 キロとか、ああなるほど、3キロはでかいだいぶ皮がだいぶパリッと焼けてきたんで、はい、そうですね、だいぶ、あとは中に火を入れたいんで、はい、ちょっとアルミホイルで包んで、はい、薪ストーブの中に入れて、で、はい、一応180度で仕上げていきたいと思います、はい、まずはオーブンを予熱していきます、はい、で目標180度、180度、180度、はい、190度ぐらいまで、200度の手前まで上げていきます、はいはい、薪ストーブの方がだいぶ温まったんで、はい、そうですね、だいぶ火が出てきましたね、はい、余熱状態にして180度をキープしようと思います、はい、はい、で薪を、はい、まあ置き火をちょっと両サイドに寄せたいと思います、はい、チキンをここの真ん中に置きたいんで、あ、なるほど、はい、中心にチキンを置くからですね、はい、はいはい、こんな感じで、はい、こんな感じです、はいはい、じゃあ180度下がるまで、はい、下がるまで待ちましょう、はい、オーブンの方が200度まで下がったんで、はい、で鶏をいよいよ中に入れていきたいと思います、はい、ホイルで包むんですけど、はい、その前に蒸し焼き状態にしたいんで、はい、この脱脂麺コットンに、お水を含ませて、で中にちょっと仕込んで、はい、あ、なるほど、で、はい、中でちょっと水分ちゃんと蒸し焼きになるように熱が入るようにしていきたいと思います、なるほど、はい、はいはい、これぐらい、あ、なるほどね、で少し湿らせていきます、はい、じゃあ蓋していきます、はい、これすごいいい香りするね本当に匂いがいい匂いします、ね、匂いがすごくいい、もう美味しいもんじゃあ温度が180度になったんで、はい、じゃあ入れてきます、はい、いけ、よ
よいしょぴったりぴったりめっちゃぴったりおいいですね、ジャストフィットですね。いいねよし、40分ぐらい180度の時間作りましたんで、じゃあ開けてきます。いよいよ取り出しですね。はい、はいはい、お、なんか持った感じ重い重い焼けたんで、はい、次は付け合わせ炒めて、はい、添えて完成にしたいと思います。はい、切らせって言っても切るだけなんだけどねまずは玉ねぎですね。はい、これはもう皮ごといっちゃうんです。あ、後で外す感じですね、皮の方。そうですね、皮は外し忘れました自由だからキャンプ飯ってなるほど、ワイルドですね、キャンプならではキャンプは自由ですから、キャンプは自由ですから、自由ですからオリーブオイルを、はい、で適量です。そうですね。はい。胡椒。はい。胡椒は強めですね。あ、そうですね。はい、これもいつもの2倍です。2倍。はい。でちょっとニンニクを。ニンニク。おお。はい。ニンニクを2絞りぐらい。はい。いい音してきましたね。いいですね。ここに、はい、ガーリックバターを、はい、じゃあいよいよオープンしてきます。はい。お、お、見えてきました。お、お、すごい。これはすごいよ。美味しそういいですね、彩りも。めっちゃ美味しそうじゃないこれ完成です。お、できました。はいはい、聞きますよ。はい、お願いします。うわ、うわ、すごいホロホロ。おお、うわ、すごいホロホロ。いただきます。いただきます。うまそう。うん、うん、うまい。今回はあれですよ。はい。川場エール。川場エールさん。川場町の地酒ビール。はい、地酒ビール。うん。おお。おいった。来ました。はい。あーうまっ。雪ゆくたかピルスナー美味しい。うん、鶏肉に合いますね、やっぱり。あー、いいっすね。うん、やっぱビールだね。で、はい、今回なんですけど、はい、クリスマス企画ってことで、はい、あとうちのチャンネル登録者が、はい、先日200人超えたんですよ。お、ありがとうございます。ありがとうございます。クリスマスと200人、はい、ってことで、はい、プレゼント企画を、ま、プレゼント、プレゼント企画を、はい、今回使用した、はい、パーフェクトグリルにつくロティサリー、ロティサリー、はい、はい、あれを1名、1名様プレゼント、プレゼントです。うわ、すごいですね。はい、え、ロティサリー私のはないんですか。ないっすいいないいな素晴らしい、はい、ロティサリーだけだと使えないんで、パーフェクトグリルも一緒にセットで、セットで、セットでやばいプレゼントやばいです。もうすぐできるじゃないですか、はい、で2つ目、2つ目、はい、ペデカのトング、トング、はい、これはウッドですね、茶色いやつ、はい、1名さん、
1名様。はい。それと、ウトイックさんの、キャンドル。キャンドル？キャンドル。はい。あの、パチパチするやつ、ね。パチパチ。焚き火の音がする。はい。あのキャンドル。はい、いいです。1名様。はい。1名様。はい。で、ファイヤーライターのピンク色のやつ。ケース。はい。を1名様。はい、1名様。はい。で、合計4名。4名。4名様に、今回はプレゼント。はい、太っ腹ですね。はい。はい。抽選の様子の動画は多分1月リリースになるのかな？ふるってご応募ください。噛んだ。チャンネル登録200人、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ感謝してます。そしてめっちゃ嬉しいです。まあそんな感じで、はい、また次回お願いします。お願いします。